こんにちは、日本改革党くつざわです。チャンネル登録よろしくお願いいたします。あとメール党員登録もよろしくお願いいたします。河野太郎に訴えられました。現物がですね、出版社さんから、発売前ですが送られてまいりました。で、裏もですね、河野太郎が証言拒否してるみたいなやつを出版社の方が、付け加えてくださってね、中身こういうふうにですね、裁判資料だの、皆さんの書き込みであるとか、出してはいいような資料を、なるべく出しております。で、向こう側の弁護士が何とんちんかんなこと言ってきてん、それ全然違うよな、そんなこと私言ってねえしみたいなことを言ってきてんのも楽しめるかと思います。 Amazon では今予約が停止した状態、品切れでね、準備を進めてですね、10月3日から販売開始になるそうであります。予約はもう終わってですね、受付終わって、10月3日から発送開始、神奈川15区の図書館2箇所に送りました。現物ね、現物を送りました。置いてもらえるようにですね、なんか図書館はもっといっぱい数あるそうなんですけれども、そういうのの窓口がその2箇所っていうことを、調べたら分かりまして、2冊だけですけど送っておきました。一部のネトウヨが騒いでるだけ、ネットで叩かれるのは平気みたいだけど、ブロックするぐらいで、地元の有権者に知られるのは嫌だろう。一般人を大臣で史上初で訴えてるのこの人みたいな、知られるのは嫌だろう。全国の書店でも取り扱いあります。置いてなかったらリクエストをしてください。そうするとですね、本屋の人もですね、河野太郎って一般人訴えてるのみたいな、知れていいかと思いますんで、皆様よろしくお願いいたします。石川県大雨被害で新たに79歳女性の遺体が見つかり、死者は合計9人に、行方不明は6人に、謹んでお悔やみ申し上げます。行方不明者のご無事を祈っております。テレビ新聞が全力で高市叩き、総理として靖国参拝、高市さんの公約に対してですね、プライムニュース、後藤健二、おじいちゃんです、私は本当に理解に苦しむ、中国を魚ですることをやって日本にプラスか、もっと対話をしなければならない、中国との対話の窓口を今から閉ざしていいのか、もっと対話をしなければならなくないくないですか、中国なんて、あと話も通じねえしさ、対話の必要あんの、あっちは尖閣に毎日のように来てる敵国ですからね、中国魚ですることをやってて、向こうはこっちをもともと敵視してんだから、そんなの関係ないですよね。古くせえことを言ってますよ。世論です。後藤健二という最悪な共同通信の反日左翼を使って、富士プライムニュースが情報操作。バカですね、後藤は。後藤健二のようなドアホーをなんでスタジオに呼ぶのかね。なんかバカで有名な人みたいですね、この人。おじいちゃんですけど、相変わらずバカな後藤健二。対話してなんとかなるなら、とっくになんとかなっとるわ。後藤が筋金入りのバカということはみんな知ってるだろう。魚ですることやってるのは中国だが、総理大臣が神社に参拝できないなんておかしいだろう。参拝しなくてもおとなしくならないだろう。どうやら後藤健二は筋金入りの反日左翼で、いつもバカなことばっかり言ってるやつみたいですね。皆さんの評判見ると。共同通信って、バカばっかで生きてて恥ずかしくないのかな。共同通信ってよく名乗れるよな。憲法守れって日頃言ってる連中がですね、靖国に参拝したいという思想信条の自由を制限するってどういうことなの。あと中央なんか配慮する必要ねえよ、向こうは敵視してんだからさ。憲法なんかどうでもよくてですね、自分の都合で出しにしているだけっていうのがよくわかりますね。こういう頼ったおじいさんたちが的外れなことテレビで言うから、惰性で見てる暇な高齢者以外には見放されちゃうんですよね。靖国参拝を問題にするよりもですね、イスラムに生まれたらイスラム、帰郷は死刑、という思想信条の自由が1ミリもない、日本国憲法と真っ向から対立するイスラム寺院に総理が参拝するのが大問題じゃないかな。靖国神社なんかよりも参拝すれば、総理がイスラムのですね、思想信条の自由を認めないっていう部分を認めたってことになりますからね。一般人はどうでも、総理や大臣や議員や公務員はまずいんじゃないか、イスラム
ム寺院に参拝するのは、あっちがですね、総理は靖国に行くなっていうんだったらば、こっちはですね、議員と公務員はイスラム参拝するなってキャンペーン広めたいなって思っております。前回の総裁選で2位だったが、現在は最下位争いするまで落ちぶれた河野太郎を日刊現代がですね、マイナ保険証をゴリ押ししたからだと決めつけて叩いておりました。もうオワコン太郎には引っ込んでもらうしかない。現代相変わらず下品ですね。私もあの河野は大嫌いだが、それだけじゃないと思うぞ。マイナ保険証だけじゃないと思うぞ。世論です。マジで名前聞かなくなったな。マイナ保険証は誰かが憎まれても強行が正解。太郎は右から左から富裕層から庶民まで嫌われることしか言わない上に、中国に頭上がらないから厳しいだろう。反対の本音は写真と通名でしょ。使い回しができなくなるからね。笑い話で盲腸手術を10回やってる人がいるって、自分が国動かしてる風にカッコつけて反対意見に顔真っ赤にして言論封殺してる時点でリーダー足りえない。私訴えたのも言論封殺ですもんね。中国で子供が襲われた話してる最中にいきなりネトウヨガとか言い出した人でしょ。まともなコミュニケーション取れないんだから無理でしょう。ワクチンの突然死の疑問投稿すらブロックで、誹謗中傷扱いに、討論でネトウヨとか差別系単語を使われちゃさすがに器じゃねえってとこに落ち着くでしょうと。まあいろいろと河野が落ちぶれた原因をですね、ネラーが分析してますけど、皆さんよく見てますね。私を訴えたのも、まあ、総裁選の追払いのつもりだったんでしょうけど、見せしめ、私を見せしめにすることでネットでの批判を減らしたいって思ったんでしょうけど、追払いどころか泥かぶってないか、あ、ガソリンかぶって燃えてないか、本まで出されちゃってね、見せしめに私を選んで大やけどしてないか。現代は党の河野叩きが目的じゃなくてですね、だからマイナ保険証に反対と言いたい記事だと思うんですけれども、顔写真付きマイナ保険証は使い回しや複数受診の不正利用がやりにくくなっちゃう。複数受診っていうのは何件も病院回って同じ薬何件からももらってっていう手口ね。現代はそういう人らの仲間ってことでしょうね。医療関係からも不満が出てるとか、嘘か本とかわからないことを書いてありますけど、医者はですね、まあなりすましでも複数受診でも何でもいいや、あのうちの売り上げ増えればっていう精神ですかね。これで完全普及で医療費独立だけ減るか、複数受診減らせたか、なりすまし減らせたかを知りたいな。まあ医療費総額が巨額なんで、まあ割合はビビたるもんになるとは思いますけれども、石破陣営が9月18日に高級中華店、大阪大成閣で会費無料の参加自由の大宴会を開催。これは総裁選の買収行為ではと話題になっておりました。世論です。石破がなぜ推薦人を集められたか初めから疑問だった。石破の党員票は日本人のじゃないと思ってる。これ一応ですね、住民票とかコピーとか提出してですね、党員になるため、日本人かどうかの確認はあるそうであります。1回だけならご宴会かもしれない。何がお金をかけない総裁選で、天下統一を狙ったかのような采配だけど裸の大将フラグにしか見えない。郵便物はあかんのに無料宴会はいんか。ただで飲み食いさせるって古いやり方ね。飲ませる食わせるって昭和なことやってますね。自民党地方議員、総裁選は公選法に該当しない選挙なので買収は特に禁止されていない。禁止されてないんだ買収。総裁選ある意味日本にとって最も重要な選挙じゃないのかなって思うんですけどね。議員票370票あれば総理になれますんで、全部で370票か。だから150票ぐらい、あ違うわ、200票あったら楽勝なのか。1人に1000万渡しても20億円で総理になれちゃいますね、これね。我が国の最初ってそんな安いのかな。何兆円も差配する立場なんだから200億円でも安いと思いますけどね。1人に1億円渡して200票。ガースーの操り人形、小泉進次郎が麻生副総裁と30分面談力を貸してください。総裁選の支持を懇願したそうであります。世論です。
河野太郎の立場は、麻生派から河野出てますからね、進次郎の無派、進次郎は無派閥を売りにしてたんじゃないのか、無派閥という名の菅派閥だそうであります。菅と麻生って犬猿の仲じゃないの、菅に行けって言われたの、30分も話してたってことは断られて進次郎が食い下がったんだろう、野田の仲介で郵政に行ったり、もうなりふり構わずって感じだな。郵政ってあの立憲の支持母体ですね、あの連合の中の、郵政労組と通信労組 NTT とかあの AU とか、あとですね放送労組、まあ、民放連とか、あと自治労日教組が主なですね立憲の支持基盤であります。電気業界、電力業界なんかは国民民主に行っちゃった、原発動かして電気代安くしてもらいたいから。なんで人気が急落したのか自分で考えろよ。進次郎が総理になったら党首討論がズタズタ放送事故になるだろうなガスに無断で行ったんでしょうかね、これ。それだとガス激怒しちゃうんじゃないかな。総裁選の裏テーマがですね、麻生とガス、どっちが真の黒幕になるかと言われてますんでね、麻生派からは河野太郎が出馬中であります。それを差し置いて、自分を応援してくれはさすがに虫が良すぎるお願いであるから、なので、あの、決選投票では自分に乗ってくれませんかっていうお願いだったのかもしれないですね。高市石破の決戦だって、まあ、残れないかもしれないのにね、もう頭が絶望的に悪くて会話にならないってことが広くバレたから、進次郎に総理の目ないと思うけど、深セン10歳児刺殺事件を受け、在日中国大使館が、訪日中国人と在日中国人に注意報発令、情勢を踏まえ警戒を強めるように、交通事故や盗難に注意し、デモや集会に近づかないように、まあ、あの中国人、憎まれてるから危ないっていうのと、言ったんでしょうかね。余談です、どの口が言ってんだよ、じゃあ帰国させる。無能外務省先を越されたな、日本人は子供刺したりしないぞ、奈良公園が静かになってありがたい、いっそのこと訪日禁止にしてくれよ、日本はマジ危険だから在日中国人は帰国した方がいい、少しでも来ないように努力してほしい、危険だから帰っていいですよ、どこ行っても中国人が大声で喋っててうざいので、来るのが減るなら大歓迎。自分らがですね、日本人を殺すことが我々の規律とか言っちゃって地味を煽ってるから、日本もやってるに違いないの精神でしょうね。間抜けな日本政府はですね、渡航危険度を変えることすらしてないのにね。これで日本行きをやめる中国人がいればありがたいですね。どこ行ってもあの大声で喋ってうざいし、道路や駅構内でもタン吐いて日本を汚しますからね。人民と同数ぐらい台湾人も観光に来てんです、実は。人民と台湾人の違い、人民女性でもガニ股のしのし歩ってる、どこでも大声、靴が変。台湾人、ガニ股いない、小声でも喋れる、靴が変じゃない、日本人とあんまり変わらないファッションと。台湾の観光客は人民と間違われないように、台湾国旗どっかに貼ってくんないかな、ワッペンとか。だって嫌でしょ、あのどこでも単泊人民と間違われるのはね。今日の単身です。介護、農業、漁業、林業、土木、建設などの人手不足業界で、まあ人手不足っていうか賃金不足なんですけどね。見合った金払えねえっていうだけなんですけどね。で、働けば日本に在留させてやるっていう特定技能制度、今年は25万人がこれを利用し過去最多。外国人入れたら日本人の給料上がんないですよね。日本人の賃金上昇を全力で阻止する自民党、日本人の所得の中央値を下げ続け少子化を促進する自民党、女性を働かせ日本人を減らす自民党と。日本のせい、社会のせいはないけれど、自民党のせいっていうのは多分にありますよ、これ。大問題だと思いますよ。立憲代表から役なし平議員になり、送迎もなくなり、地下鉄で通勤することになった泉健太、眠れないと夜中2時に投稿。なんかメンヘラになっちゃったのかな、かまってちゃうの。自分を叩いてる、自民叩いてる最中にこっそりパーティーやってた議員も、国会で嘘つきまくった小西も、名古屋の脱粉も何の処分もせずね、代表として何もしてこなかったんだから別に変化ないっしょ。
まあ、人材だらけでみんな好き勝手の立憲をまとめられる器じゃなかったということで、私と誕生日一緒なんですけど、私と誕生日一緒の党代表3人いたんですけど、岸田と泉と石井和夫みんなバタバタと辞めてしまいました。7月29日生まれ、なんか寂しくなっちゃったなって感じになります。というわけでチャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。